何か用か？わかった。私の名前はエコヤマペコという。こちらこそよろしく頼むぞ。どうやら、いや、そういえば、あ、どうやら、行くぞ。決まっているだろう。わかるかい？何？ウェポン！間違いないね！しかし、しかし、とにかく、おい。あれで？クスクス？いや、では。すまない。では、構わない。しかし、オッケー。でも、とにかく、あ、いや、だったら事前に知ってたわけじゃなくて、その場で目撃したとか？いや、それはありえないぞ。なんだ、随分と言い切るではないか。当然だ、それだけの根拠があるのだからな。トガミがテーブルの下に潜ったのは停電中の出来事だったはずだ。暗くて見えないのはトガミも一緒。犯人を目撃したとは考えられまい。いや、きっと戸上だけには見えてたんだ。なぜあいつだけに見える？
では、あのアンシスコープを使ったのは戸上だったの？少し話がそれるのだが、なぜ戸上はあそこまで念入りに警戒していたのだ？ジュラルミンケースに防犯グッズや警備用品を入れ、さらにアンシスコープまで持ち込んでいたとは。誰が書いたかはともかく、戸上はこの脅迫文のせいで警戒を強めていたのだな。あいつのリーダーとしての責任感の強さがあだとなってしまったのだ。つまりおめえだ、ペコ山ペコ。ペコちゃんがピュッピュッちゃんを連れてきたら二人もいらないからって。私は犯人ではない。それは無理なんだ。私は事務室にいなかったんだ。停電前からずっとね。すまない。そういうことになるな。ずっと便所にこもってたのか。そんなの最初から言えつの。いいんだ。それよりこの話題はやめにしないか。だが匂いはさほど強烈ではなかったぞ。お前さんのすぐ後に入ったわしが保証しよう。もういいだろう。でもさ、ずいぶん長くトイレにいたんだね。お腹でも壊した？事務室に入った直後に腹部の猛烈な痛みに襲われたんだ。そのせいでトイレから動けなくなってしまった。停電の時も同様だ。なんか妙なもんは口にしなかったか？特に口にした記憶はないが。会場の料理を適当にな。騒がせてしまってすまない。私が事務室にいても停電は防げなかっただろうが、それでも悔やまれるな。事務室にいればすぐにブレーカーを入れられた。そうすれば事件は起きなかったかもしれない。そういえば私の見張りの時もそうだ。事務室での見張りを提案したのはお前だったの。脅迫状の件もあれらの提案も全ては私たちを誘導するための罠だったということか。だがそこでの戸上と狛江田の言葉を聞く限りでは、まるで狛江田が戸上の反撃に遭っているようにも聞こえるが。まあ実際そうだからね。じゃあパーティーにいなかったやつが犯人なんだよ。そいつがずっと床下で待ち伏せしてたんだ。もう言う必要はないと思うが、私はトイレから離れられなかったのだ。おっと、君はまだ自分の才能を思い出せてないんだったね。そんなこと今はどうだっていいだろう。お前だ、どういうつもりだ。犯人ではないという割にはやたらと突っかかるの。そんな怖い声出さないでよ。怒ってるならほら、深呼吸深呼吸。花村の声に大広間が上がっている。そうか、あえて床下から声を上げ、その場に自分がいることを印象付けようとしたのだな。おい、あれれ？いや、あの、慌てるな。まったく、なんだと。もうやめよう。少しいいか。いや、とにかく全く すまない。そういえば、ソーダに日向、なぜお前たちがここにいるんだ？
つうか、なんかおめえ息上がってね。人泳ぎしてきた後だからな。3時間ほど島周辺を泳いでいた。遊びではない。泳いで別の島に行けないか試していたんだ。だがいくら泳いでも別の島は見えなかった。どうやら泳いで島から出るのは難しいようだ。難しいっていうか、3時間も泳いで何も見えないなら確実に不可能だね。ああ、そうかもしれないな。なぜだ。しかし、いや、どうやら、もしや、どうやら、あのですね。おい、とにかく、しかし、逃げ道はない。そうやって決めつけているだけでは話は堂々巡りだぞ。それに確かにクズリュウは怪しいが、何かあからさますぎると思わないか。これは真犯人の罠という可能性もある。そういうことだ。罠って、何それ。きっと真犯人はそのゲームをやって、そこに隠された人間関係を知るに至ったのだろう。そいつはそれを利用することで、クズリュウを犯人に仕立て上げようとしたのではないか。実際そうなんだろう、西園寺。はぁ、わからないのか。お前こそがその真犯人ではないかと言っているんだ。西園寺が今日何をしていたか知ってるか。殺人現場のビーチハウスに行ってたんだ。しかもそこに残っていた足跡はビーチハウスから出ていくものだけだった。つまり足跡の人物がビーチハウスに入った時は別の入り口を使ったということだ。14時30分に小泉と待ち合わせして、そこであいつを殺して逃げたとすると、相田が西園寺を見かけた15時30分は妥当な時間と言えるだろうな。そこはかとなく怪しいっすね。事実なんだから仕方ねえだろ。そいつのことは放っておけ。それ以上追求しても無駄だろう。とにかくその手紙と相田の目撃が物語っている。西園寺はビーチハウスで小泉と会っていたのだ。おそらくそいつは最初から小泉を殺すつもりでビーチハウスに呼び出したのだろう。だからこそ他の者に知られぬようわざわざ手紙で待ち合わせ場所を知らせたのだ。そしてビーチハウスに先回りしたお前は、ある場所に身を潜ませて小泉を待ち伏せしていたのだ。その証拠もちゃんと残っていたぞ。ああそうだ、あそこにお菓子のグミが落ちていたのが証拠だ。西園寺、お前は好んでよくグミを食べていたな。グミって何？そんなもの食べたことないよ。その際に小泉の死体がドアを塞いでしまったのは西園寺にとっても誤算だったはずだ。そのせいでビーチ側のドアから出ていくしかなくなり、足跡を残してしまったんだろ。そのグミって黄色いの？なら私のじゃない。私が食べてるやつに黄色いグミなんてないもん。何？だがあんなに狭い場所に二人も隠れられるのか。しかも西園寺に気づかれずにだぞ。行ったぞ。断言できるが、それはありえないぞ。どうしてだよ。あの冷蔵庫をよく思い出してみろ。そうすればわかるはずだ。冷蔵庫のドリンクを使った可能性など存在しないということがな。
ビーチハウスの冷蔵庫には確かにドリンクがあったな。だが考えてみるがいい。ドリンク1本の量などたかが知れている。とても血を洗い流すには足りんぞ。ありえないと言っただろう。あの冷蔵庫に水の類はなかったのだ。色や匂いのついたドリンクばかりでな。そんなもので血を洗い流せば体はベタつき、汚れも残り、香料の匂いも簡単には消せまい。大量に使えばなおさらだ。わざわざ怪しまれるようなものだぞ。何度も言わせるな。あそこには水などどこにも。それは事件後の話だろ。事件前は違う。ちゃんと水はあったんだ。全て使ったからあそこにはなかったというのか。そんなものはこじつけだ。ペコ山、お前なのか。ではとりあえず聞いておこうか。なぜ私が犯人だと思うのだ。本当にわかるというのか。今までずっとわからなかった謎なんだぞ。でもね、ペコ山さんが犯人だと仮定するとその謎の答えも見えてきそうな気がするんだ。そうか、ならば聞かせてもらおうか。ビーチハウスから出た方法とやらをな。ちょっと待てよ。おめえらは憶測で物を語ってるだけじゃねえか。証拠がねえだろ。証拠がなけりゃ俺は認めねえぞ。分かったか、クラ。もういい。もういいと言ったんだ。これ以上は何を言ったところで、ただの悪あがきだ。よし、貴様が認めるならそれで終わりだ。それでは投票タイムを始めよう。そうだな、さっさと始めてくれ。あ、ちょっと待って、その前に一つだけ確認させて。投票タイムの後ではダメなのか。それにも関わる大事な話なんだよね。ほら、ペコ山さんの動機についてだよ。動機？結局あなたはトワイライトシンドローム殺人事件とは無関係だったよね。だったらさ、どうして小泉さんを殺しちゃったの？そんなことか。そうだな、その質問に答えるとしたら、我が大義のためとなるのかな。この世の正義を守るためだ。私はたかが支援ごときで自分の手を汚したりはしない。私が人を殺す理由はただ一つ、正義を守るためだ。正義こそが人間を人間たらしめる秩序、人間が誇るべき美徳。正義は永遠の太陽であり、不滅の月である。幸せを守る父であり、優しく微笑む母である。もしもし、タコちゃん、どうしちゃったんすか。正義はこの世から消えるようなこともあれば、たちまち世界は凍りつき、人々からは微笑みが消えてしまうだろう。そうさせない。もういい、もうやめろ。正義は絶えずに我らの頭上に輝き、我らを導く存在でなければならないのだ。やめろって言ってんだろうが。だから私は戦う。正義を守るために戦い続けるのだ。これはまさか。輝く正義を仮面に浴びて、醜き悪の五臓六腑をぶち晒す。正義完了。正義で貫く正義のど真ん中、闇夜に輝く土星に一番星。というのでキラキラちゃんとは私のことだ。さあ正義を執行しようか。私はキラキラちゃん、キラキラと輝く正義のもと、正義を振りかざしにやってきたのだ。ペコちゃんが普通しちゃった。これは線引きのようなものだ。あらゆる偶像崇拝がそうであるように、太陽は手が届かないからこそ尊い。ならば正義もそうあるべきだ。この世界は正義の光で満たされてなければならない。そこに一切の影も許してはならないのだ。悪即残殺。どんな状況であろうとも悪を見過ごすわけにはいかない。おかげでドブネズミのようにこそこそと隠れていた人殺しの共犯者を見つけることができた。無論、正義を守るためだ。正義を守るために
私が無慈悲な剣となり、そして正義を執行したのだ。ペコ山、それがお前の本性なのか。本性？自分が何者かなどとっくに忘れたさ。私にはそれだけの覚悟があるということだ。最も大切なものを守るために大切なものを捨てる覚悟がな。この世を正義でキラキラと照らすことができるのなら、私は何者にでもなろう。もう限界だ。こんな茶番劇さっさと終わらせるぞ。なるほどな。で、それがどうしたのだ。へっちゃらかよ。私には何もやましいことなどないからな。何言ってんのさ。こいつにお姉を殺した分際で。違う。私は正義の名のもとに悪を成敗しただけだ。断罪される理由などどこにもない。もういいよ。さっさと投票を終わらせてこの天然土変態女をぶっ殺しちゃおうよ。殺されるわけがない。正義は決して殺されはしないぞ。それはお前たちにもよくわかっているはずだ。いいか、最も大切なものを守るためには大切なものを捨てる覚悟が必要なのだ。わかったか。わかりません。何もわかりません。では単刀直入に言おう。お前たちには正義を執行してもらう。私という正義を生き延びさせるために自分の命を諦めるのだ。本気で言ってるのか。本気どころか正義だ。ここで私が倒れたら誰がこの世の悪を取り締まるというのだ。さあ、自分の中にある正義の心に従うのだ。そして正義を守るために私を救え。とっとと正義を執行しろ。偉大なる正義のためであれば多少の犠牲はやむを得まい。安心しろ。お前たちが命を賭して守った正義は決して無駄にはしないぞ。ペコ山、お前はキラキラちゃんなんかじゃない。そのはずがないんだ。それでも自分がキラキラちゃんって言い張るなら、今の決め台詞を今度はスペイン語で言ってもらえるかな。お前にそれができるのか。どうやらこの仮面の剥がれる時が来たようだな。だがそれでいい。私にとってはもう必要のないものだ。そして今頃気づいたところでお前たちは手遅れだ。私の役割はとっくに終了している。私の道具としての役割はもうすべて完了しているのだからな。あの仮面はもう用済みだ。今の私と同じようにな。なんだよそれ。用済みとか出遅れとかどういう意味だ。すでに投票を終えた今となってはという意味だ。目的などあるわけがない。私はただの道具に過ぎないのだからな。ペコ山さんが道具ってことはさ、つまりその道具を使った人が他にいるってことだよね。当然だろ。道具は道具だけでは何もできないのだからな。なるほどね。ようやく分かったよ。まあなんとなくそんな気がしてたんだけどね。いや、そうじゃない。お、ちょっと。ああ、根本的な考え方からして間違っているな。言ったはずだぞ。私は道具だと。つまり私はそのお方に使われるだけのただの道具でしかないのだ。だから手遅れだと言ったのだ。何度も言っているように私はただの道具にしか過ぎない存在だ。私には小泉を殺す動機などないし、殺す理由もなければ殺す意思もない。私はただ道具として使われただけだ。道具である以上は命令には逆らえないからな。つまり私は犯人ではないということだ。私という凶器を使った九頭竜冬彦こそが小泉真昼を殺した真犯人なのだ。なるほどね。
それがペコ山さんの狙いなんだね。いや、私には狙いなどない。それがあるとすれば坊ちゃんの方だ。これは全て坊ちゃんが計画したことだからな。坊ちゃん、それがこの事件の真相だ。今さら気づいたところでもう手遅れだがな。投票のやり直しなどもうできないのだ。それは困ったね。それを決めるのはお前たちではない。モノクマだ。すでに投票は終了している。あとはモノクマの判断に従うしかないはずだ。いや、知らないだけだ。私はドームだ。坊ちゃんが襲われれば盾となって守り、坊ちゃんが殺意を抱けば剣となって殺す。私はそのためだけに生きる権利を与えられたのだ。私は人間である前に坊ちゃんの道具なのだ。この体が動かなくなる時まで私はその役割を全うしてみせる。ふん。いや、私は道具だ。そして終わりましたよ、おっちゃん。当たり前じゃん。黙って。終わりましたよ、おっちゃん。てめえ何やってんだ。分かってんだろ、ここで人を殺したらこの後どうなるか。分かっているからこそやったんです。あなたにあれをさせるわけにはいかない。いいか、お前は逃げろ。このまま俺のせいにして逃げるんだよ。おっちゃん、それは無理ですよ。うるせえ、俺のことは気にすんなっつってんだ。気にしないわけにはいきません。私は坊ちゃんの道具です。坊ちゃんを守るための道具なんです。所有者がいなくなってしまったら道具は何の意味も持ちません。どちらにしても逃げ切れません。この計画では
おそらく見破られるでしょう。私に策があります。ご安心ください。私が必ず坊ちゃんを生かして返してみせます。てめえどうするつもりだ。道具としての役割を全うするだけです。さあ早く逃げてください。そろそろ西園寺が目を覚ます頃です。あなたが出て行った後、彼女の死体で道路側の扉を塞がねばなりません。だから早く。悪い。坊ちゃん。ペコ。坊ちゃん。すまねえ。それでも私はあなたに逃げてほしかった。ペコ。申し訳ありません。さようなら。うん。そしてもう二度とこんな殺し合いを起こさないでくれ。私は絶望などしない。かっちょいい。冬彦坊ちゃん。だからよ。覚えておいてほしいのです。ままでよかったんだ。俺に必要なのは道具なんかじゃねえ。そのままのお前だったんだよ。坊ちゃん。なんでだ、なんでそれがわかんねえんだよ。ガキの頃からずっと一緒だったのによ。だからペコ、まだ行くな。俺にはお前が必要なんだ。俺を置いていかないでくれよ。坊ちゃん。